見てください。ハリウッドのマークのところに来てみました。星がとっても綺麗で、月は三日月風。本当はサボテンの実みたいなのを食べて空を飛びたかったんですけど、なんか変身できるみたいなので、ちゃんと場所を調べていなくて、山にあるらしいっていう目標で来たんですけど、もしかしたらこの山じゃないかも。わっ、見てすごい綺麗。なんかゲームの中だけど今涼しい風が感じた。さっき他の山で虎みたいなのに食べられて私死んじゃったので、ちょっと動物が怖くなっちゃいました。可愛いなって言って近づいたら死んじゃったので。すごいすごい、実際のここにも行ってみたいな。すごい。あ、着いた。じゃんじゃんじゃん、ビューウッドで着いたぜ。こうやって照らしてんだね。夏は蚊が寄ってきそう。あ、蚊いるね。やっぱすごいリアル。お、落書きもあるじゃん。なんて書いてるかわかんないけど、こういうとこに来る人いっぱいいるんだね、きっと。裏側からも見てみようか。裏側から見るとこんな感じ。夜来てよかったかも。星と夜景がとっても綺麗。ほらほら、すごいね。ここに実があれば一番いいんだけどな。なんか夜だからあれな、あれなんだっけ、カエル、カエルとかなんかスズムシみたいな音したよ今。ラベンダーかな、紫の。ここになんかタワーがあるね。電波塔かな。あ、月もう一つあったよ。こっちにあったよね、さっき。わっ、高い。私実は高所恐怖症なので、綺麗だなと思いながらもちょっぴり怖い。これは何だろうね。作業する人の家があるんだ。結構高いとこに来たよ。ほらほら、こっちは？どっちが海岸なんだろう？あっちかな、やっぱ。見はなさそう。サボテンっぽいやつです。ないかな？あったらね、飛んですぐ帰れるんだけど。うわ、目に刺さる。ないね。この山じゃなかったのかな。ちょっとちゃんとネットでどこにあるか調べてから、また次探しに行きたいと思います。たまにはミッションと違ってこういう探検するのも面白いね。わあ、本当に綺麗これ。見て、触りたい。じゃあもう一回スポットライトのあの辺を拝んで終わりにしようかな。あれ、方向音痴だからまたどこがどこか分かんなくなっちゃった。しまったしまった。あった。サボテンはないな。
た。やっぱりないな、ここには。やっほー、でした。本日もご覧いただきありがとうございます。前回までのグランドセフトオートの動画にコメントをくださいましたチロルチャンネルさん、ガチボーイさん、トラさん、ライダーブラックさん、ソラ・カキノさん、アース0753さん、X カズさん、男のチャンネルさん。